テイクアウトで注文したものをタクシーで運んでもらいます赤羽国土交通大臣は閣議後の会見で飲食店からのテイクアウトの需要が増える一方でタクシー需要は急減している現状を踏まえタクシーでテイクアウトした料理を運べるよう特例的に認めると発表しました料金は飲食店とタクシー事業者が直接協議する方針で 今日業界団体などに告知あさってにも開始できるよう対応を急ぎます。